え、岡谷とさ、おにぎり屋たちはさ、どんなんなの？コーデたちはさ、身を削って毎日頑張ってるけどさ、リスナーさんもコーデもさ、もう傷だらけになりながらさ、必死にさ、生きてるけどさ、岡谷はどうよ、岡谷はどうよ。僕たちは、うん、僕たちは逆かな、なんかその逆？うん、傷舐め合ってるかな、どっちかっていうと。でもその傷はどこでできたの？リアルの。それをリアルで、世界で、そう、会社とか学校とか、そう、ね、外で頑張ってきた傷を癒す。それはじゃあ、おがゆもおにぎり屋さんもお外でちょっと傷ついて、おがゆの配信に集まってペロリンペロリンってこと？そう、あ、元気になったねってこと？そう、僕はそんなに傷ついたりしないけど。そういうことね。そうそうそう、疲れている夜ってやっぱでもいろいろさ、ああ、そうか、やって夜になるじゃん、疲れて帰ってくる、うん、っていう感じかな。なるほどね。ちょっと待ってよ、それをさ今ここで言ったらさ、もうコーディの配信で傷ついた若者たちがさ、おがゆのところに行ってペロ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 させてよって言ってさ、そっちに行ってしまうで、ペロ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 っていっぱい舐めていいよ。舐めていいよ。ねえおがゆダメだよそんなこと言うたら。笑い事じゃないからね。笑い事じゃないよ。笑い事じゃない。どういう反応を示すのが正解だった？このネスキーは嫌って。あ、でも嫌って言うのも好きな人もいるかな、わかんない。ねえ、おかゆどうしたらいい、わかんないよ。たまになんかさ、もうなんかさ、キモいとか言うとさ、ありがとうございますとか言う人もいるしさ、わかんない。もうわかんない。もうなんか10人問いろ、10人問いろもう。ダラダンダンダラランダンダラランダンダラランダラランダラランダンダラランダン、痛っ。